島の水脈を引く。これ行ってしまうか。こっちね。まあ、ここ左側から行こうか。高いところだからどっちから行ってもいいか。まあ、左から行こうか。左から行っちゃおう。この上じゃないよな。あ、宝箱あるじゃん。さっきあったっけ。うん、私が価値を見積もろう。あ、ここにもある。あれ、見落としてたの。てか、まだ来てないのかな。義教心を養う。義教心ってなんだろうね。この範囲内、高いところに何かあったら面倒いから、上からとりあえず見ていって、まあ、多分下にあるんだろうね。まあでも今来たみたいに最悪飛び移れば、あ、てかこれか、これっぽいな。これかな。違うらしい。ここじゃないと。あ、これか。これでいいんだ。あー、で宝箱、あ、向こうにもあんな。で宝箱が開くっていう感じかな。封印されてはないのか。こっち行ってみようか。え？どうやって取るの？え？あれは一回上がるのかな。40秒以内。あ、これなんかある。あれに乗るんかな。いや、関係ないっぽい。え、どうやって行くんだ、さっきの。まあ、いっか。とりあえずこっちやろうか。これでいいかな。雰囲気が、ああ、
雰囲気が、雰囲気とかないとさっきの取れんよな。間違えた。違う。自強心を養う。あ、でさっきのあれなんかわからんけど行ってみようか。あれなんか上に上がっていったりするんかな。なんだこれ、何、謎なんだが。あ、ウェーブボートから出るときの勢いを利用することで、悠々たる雲海を登ることができる。悠々たる雲海には2つの種類があります。1つは普通の浮き台として使えます。もう1つはキャラクターのジャンプ力を強化できます。悠々たる雲海を進むと光ります。悠々たる雲海はグループで出現し、一組の悠々たる雲海をすべて光らせた後、次の組の悠々たる雲海が現れます。ほう。ああ、なるほど。これで取れっていうことだね。届かねえ。なるほどね。じゃあ通常はウェーブボートでやるけど、多分ここの場合はあれ、これこの状態でいっていいのかな。あれ、え、これ中途半端になった場合どうすればいいんだろう。まあ、あれを使って取るっていうことよね、多分ね。表示されてない気がする。あれ、ここじゃなかったのかな。これ中途半端にやばいな。上がるか。中途半端に表示してしまった場合困るね。上から行きゃいいか。あ、元へ戻ったな。あれかね、ここ一旦登ってからやるパターンなのかな。こっから普通に登れなくはないのか。あ、いや、この挑戦ね。結構高い。ここちょっと普通に登っていけばいいのかな。全部は取れんな。
あのパターンなのか、あれを使うのかのどっちかだよね。あれを起動してからこれをやるか。あ、これ移動してんな。移動してるわ。あ、こっちから来たんだっけ？違うよね。あ、これで宝箱が出るってことなんだ。あー、これまた初のパターンですね。いやオッケー。うわ、あれ取りたいな。これちょっと分けるか。